アテミ神道六合流とは、野口清氏が、無双流、無念流、紀藤流、陽神古流、真影流、正行神道流、気楽流を合一し、開いた充術の流派である。野口占領権の丹田収力法帝国商部会の、野口占領権が開いた流派である。野口は、栃木県下津賀郡に伝わっていた、無双流に入門し充術の手ほどきを受けた。その後無念流、 呂神流、陽神流、神影流、正幸神道流、気楽流を学んだ。他に、天神市に洋流も学び容疑を極めたとされる。流名の由来は、柔術六流派を合流したことからである。1898年、茨城県有城町に、武徳館を開き神道六合流の教授を始めた。1903年時点で、門邸1604人で各地に道場を設けていた。 1908年、兄の野口章八郎が、新国の関係に招兵された際に、章八郎の代理で、新国に渡り、新党六合流を教授した。また、日本軍の支援を受け、天津疎開に、充実道場を開いた。野口は、各国の軍、警察、学校で、新党六合流を教授し、最盛期は、欧州や中国、インドに支部があった。また、 日本軍の憲兵隊に柔術、補助術を教授した。野口占領権は製法にも通じ政法を詳細に解説した製法百0紹介を刊行している。また、柔道征服術の公認運動に参加した柔術家の一人でもある。道場部と並行して通信教育を行い、日本全国に広まった。初期の新登録合流は、 卵穂と七流派の形四百二十本を教えていた。その後七流派の技法を設置した、制定形を定めた。さらに制定型から三十六儀の制定基本型にまとめられた。通信教授部解説時に、深い根の吉賀と塚半上げ神流の技から編み出した型が加わった。投げ技千八百九十三年頃に、野口清志が編み出した占領花投げ技は足技、手技、 腰行、腰横写真行、マステミ行の5種類に分類される。出足層、手落ち、ともえ投げを基本に、そこから派生する技を効率よく練習できるように、投げ技を出足層系投技、手落ち系投技、ともえ投げ系投技に分類し、各系投技を順に稽古する練習方法を確立した。これは、すでに得得した技と次に学ぶ技との差異が少なく、 なるように並べているので、技のりを理解しやすく、また動作も移りやすいため上達が非常に速くなるという。足技の釜腰は突かハーゲ神流の技とされる。そもそも技、締め技逆エビ固めに似た、神道六合流のシャチジメジメ技には、関節技も含まれる。急所は即死と即当に分けられ、各急所への攻撃方法が伝えられていた。 初流派の説と自身の経験及び実験から定めたと、される。初期の方初期の新党六合流の方。420本アット7流派の方をまとめたものであり、制定基本型の前身である。基本五55手、表裏線抜け形24手制定基本制定基本は、無双流無念流祈禱流陽神流真影流正幸サユ流神 気楽流の大道鳥醤意を捨てて合一したものである。本来の神道六合流には、型が420本あったがすべて知る必要はないので、活用的技36本を選抜し再編したとしている。この型は乱歩の欠点を補うものであるとされており、初段は乱歩儀と同一である。初流の最高王儀の息を抜いたもので、これを習得したならば、 いかなる流儀の方も学ばずして、要点を知ることができるとしている。制定基本は三十六儀であるが、それとは別に裸定法がある。また、制定基本には表、返し、裏技を連続で行う、三項無我の意という練習法がある。この形は、戸塚半上げ新流の大竹森吉門下の深い、根の吉が戸塚半上げ新流をもとに、指導大価の説を参考にし、 戦場実地の経験から編み出したものである。内容は戸塚カハーゲ神流に新たな技を加えたものであり、技法数は106手である。同盟の形は戸塚カハーゲ神流をほぼそのまま伝えている。真剣勝負、実地活用の形であるとしている。例として一部を記す。ありがとうございます。